きょう午後1時20分ごろ、気仙沼市本吉町津屋立岡の宝泉寺の敷地内を歩いていた近くに住む無職、伊藤雅人さん63歳が乗用車にはねられましたこの事故で伊藤さんは全身を強く打ち、気仙沼市内の病院に運ばれましたが、まもなく死亡しました。 警察は、乗用車を運転していた仙台市泉区泉ヶ丘4丁目の自動車整備業木村喜久美容疑者67歳を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。警察の調べに対して木村容疑者は、「私が運転中に引いてしまったと容疑を認めているということです。警察は容疑を過失運転致死に切り替え、事故の詳しい原因を調べています。」